藤原選手の実家は、伊丹空港近くの焼き鳥屋花。皆様お久しぶりです。味噌バナナでございます。現在猛烈な首位争いをしている千葉ロッテマリーンズ、荻野選手や、高部選手の離脱がある中外野陣を支えているのが、超イケメンの藤原康志勝選手。そんな幕張のリードオフマンこと藤原康志大選手の紹介です。それではどうぞ。レッツゴー。2000年5月6日大阪府豊中市にて生まれた藤原選手は、兄の影響を受け、小学1年生からその脇田フレンズで野球を始めました。小学生の頃は、投手を務めていましたが、制球が定まらず監督兼父親から怒られ、河川敷を走り込んでいました。その距離実に、往復14キロ、走りすぎー、その甲斐もあり、6年生時に、バファローズジュニアに選ばれます。皆さんは、バファローズジュニアをご存知でしょうか？なんとなく知ってるよって人や、聞いたことある人が多数いると思いますが、小学5、6年生で構成されるプロ野球の各球団が運営するジュニアチームです。しかし選ばれるまでには、約500人から16人絞られるなど、厳しいセレクションを合格しなければなりません。これらの厳しいセレクションを乗り越えて、ジュニア選手に選ばれるわけです。そんな中左投げなのに、投手、内野、外野と、どこでも守っていたので、身体能力の高さが伺えますね。ちなみに、現中日のネオ選手はドラゴンズジュニア、その他のプロ入りしている選手が、ジュニアに選ばれるなど、その才能を大いに発揮しています。才能が繋いでいくまさに最高。その後、中学に進学した藤原選手は、地元の枚方ボーイズに入団します。時にはピッチャー、時には1番センターを務めるなど、リードオフマンとしてチームの勝利に貢献しました。その結果、現広島の小園選手と共に、中学の全国優勝に大きく貢献しました。中学の時点で世代を代表する選手になっていた藤原選手のもとに、強豪校からのオファーがありますが、兄と同じ PL 学園の進学を希望します。しかし、PL 学園の部員募集停止を受け、地元、大阪桐蔭高校に進学します。こうして、2016年鳴り物入りで入学し、その才能を遺憾なく発揮します。同年の沖縄で行われた親善試合で、1番センターで出場し、先頭打者ホームランを打ちます。秋頃には1番センターという、レギュラーを不動のものにします。チームに現中日のネオ選手、日ハムの柿木選手、巨人の横川選手もおり、2年生ながら黄金世代となりつつあり、2017年の春の選抜に優勝します。同年の夏、連覇を期待され臨んだ甲子園大会、現横浜の西牧選手率いる仙台育英高校に敗れ、3回戦で敗退してしまいます。涙を飲んだ夏、その悔しさを胸に翌年大きな飛躍をします。翌2018年の選抜、5試合で46得点するという圧倒的なまでの成績で優勝をします。さらに、夏の甲子園でも現日ハムの吉田選手を任し優勝、藤原選手も打率4割6分2厘、3本塁打と、優勝の立役者になります。ドラフト会議、これまでの活躍が評価され、イーグルス、タイガース、ロッテの3球団から1位指名をされ、抽選の末、ロッテにドラフト1位で指名されます。ロッテ、井口監督。さあ、牧原さん、これは最後の巨人になりました。はい、残り物にも福が大阪桐蔭高校、開けてください。藤原恭太選手の交渉権を取ったのは千葉ロッテです。先に公言していた千葉ロッテ、藤原外野手の交渉権を獲得しました。ファンの熱い言葉もあり、藤原選手、翌年、ルーキーながら、開幕スタメンを勝ち取ります。その試合で、プロ初安打を放つなど、才能の片鱗を見せつけますが、その後は、一軍の高い壁に阻まれ、二軍息を通告され、そのままシーズンを終えます。思うような成績が残せず、課題の残る1年間だったと思います。と語るように、来年への気合十分で臨んだ翌年のオープン戦、キャンプで台湾のチーム相手から、超特大のホームランを放つなど活躍の予感を感じさせました。しかし、コロナの陽性もあり、シーズン前半を2軍で過ごすことになりますが、シーズン終盤、見事プロ初ホームランを放ちます。
後にも先頭打者ホームランを放つなどチームの起爆剤になります。チームは惜しくも2位でしたが、日本シリーズ出場をかけたクライマックスシリーズ負けられない試合で猛打賞を放つ活躍を見せますが、惜しくもチームは敗れてしまいます。惜しくも敗れましたが、来年へのポジ要素になりました。そんな中迎えた2021年シーズン、コロナの影響もあり9回打ち切りの短縮シーズンとなります。それに伴い代走や守備固めがメインの出場になってしまいます。しかしそんな中打率の調子も上げてゆき、7、8月では打率3割4分5厘5ホーマーと活躍を見せ、見事月間 MVP を獲得します。しかしその後スタメンを譲ることが多くなり、そのままシーズンを終えます。打率2割1分7厘と前年を下回る成績に終わるなど、不甲斐ない成績に終わります。翌2022年オープン戦で2本塁打放ちますが、高部選手の台頭もあり、さらに前年を下回る成績で2022年をフィニッシュしてしまいます。プロの高い壁を肌で感じて、このままでは翌年も同じ成績を残すと思い、変化を起こしていきます。まず現レッドソックスの吉田正尚選手に志願して自主トレに参加します。今までにない日々に充実した毎日を過ごします。次に3月に行われた WBC のサポートメンバー、通称未来侍に岡選手、万波選手らと共に選ばれます。そこで大谷翔平選手のフリー打撃を見て驚愕します。セリフは絶望しているように見えますが、なぜか笑顔で内なる闘志が見えますね。たった2日間という短い期間でしたが、数倍も成長した藤原選手。迎えた2023年開幕戦、9番センターで出場します。チームは3連敗したものの複数安打を放つなど、これまでと違う活躍を見せます。シーズン開幕して1ヶ月経過、チームが A クラスなのは間違いなく藤原選手の活躍が大きいでしょう。バッターランナーは2塁回ったところでストップ。藤原京太のタイムリー、マリーンズに3点目が入りました。3対1。さてここまで紹介してきましたが、いかがでしたか。まだ藤原選手は野球人生の序章、ワインの巨匠ではなく栄光のロードを歩んでほしいものですね。これからの藤原選手の活躍を心よりお祈り申し上げます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイバイバーイ。